ミスコレ賞の受賞、本当におめでとうございました。ウェブ投票とショールーム審査によって決勝に進んだ10名の中から本日の特別審査を経てグランプリが決定いたします。エントリーナンバー12番、ナノ娘のツルツルな追い子とツインテールといったらクル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 マナクルだよ。目指すはもちろんグランプリです。ワイオ女子大学ナノ娘マナクル、エントリーナンバー10。ああ、ということで、それじゃあ早速いっちゃいますよ。いっちゃいましょうか。はい、まずはミスコレ賞の発表です。はい、受賞者にはミスコレ編集部よりスターバックスカード1万円分が贈呈されます。1万円もいいですね。いいですね、はい、それではミスコレ賞の発表に参ります。はい、和洋女子大学名護娘のマナップルさん、ありがとうございます。ではでは、これじゃあ神様からお越しいただきましょう。マナップル、はい、おめでとうございます。マナップルさん、さあ写真撮りましょうかね。はい、はい、マナップル、おめでとうございます。ではでは、はい、元の位置に戻っていただきましょう。はい、行きたいと思います。はい、続いては以上、彼女筑波大学ポームズ、ハイアール賞の受賞もおめでとうございました。ハイアールではユニドルを主催する学生団体ユニーベンツとコラボした CM やリーフレット、特設サイトの制作など本イベントもサポートいただいております。ありがとうございます。そんなさんが選んだフトチームに新生活家電および TikTok 広告出演権が贈呈されます。皆さんお願いします。お願いします。それではハイアール賞の発表に参りましょう。一気に2チーム言いますね。はい、ユニドル2019-20ウィンターサポーテッドバイサミン決勝戦、ハイアール賞は、慶応義塾大学さよならモラトリアム、和洋女子大学名護娘、おめでとう。おめでとうございます。3階の方へどうぞお越しください。さあ、前の方へ。はい、まずさよモラから行く。さよモラから行くか。じゃあさよモラに渡すとこから行こうか。じゃあ、ウテナさん、さよモラにまず渡してあげてください。いやいや、ね、これ副賞が豪華になってきたからさ、みんなこのテンションがすごいよ。そうですよ、家電って家電ですからね。え、これどういうこと、一人チームどうなの。一人一台、詳しくはツイッターをフォローしてもらって、何もだったか言ってな。ね、教えてください。はい、じゃあ名護、名護、名護娘さん、名護、ではでは、はい、一台ずつあるからね、あるよね。はい、では、はい、名護ももらってください。あとで渡すね、さよもらちょっと待って、ね、はいはい、ね、さあ取ってください。名護も見事に取りました。はい、取れましたでしょうか。 OK、 取れた。はい、 OK で、じゃあこちらもさよもらももらってください。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。では元の位置に戻っていただきたいと思います。はい、前田ウトラさん、ありがとうございました。ありがとうございました。サヨモラ名護、おめでとうございます。おめでとうございます。家電の内容知りたいですね。本当言ってね、はい、ツイッターとかで、ツイッターとかで何者とか言ってね、教えてください。さあ、続いていきたいと思います。はい、続いてはベストドレッサー賞、名護娘の皆さん、準優勝おめでとうございます。続いて準優勝の発表です。
準優勝チームには学生団体ユニイベントより賞金10万円が贈られます。また準優勝のチームには株式会社マッシュスタイルラボ様よりジェラートピケモコモコロングソックスが贈呈されます。ジェラートピケは大人のデザートをコンセプトに着心地へのこだわり、着る人それぞれのライフスタイルに喜ばれるアイテムをファッションのスイーツに表現したルームウェアブランドです。ジェラートピケの可愛いルームウェアをお部屋でね着て時間着ている時間とかもテンション上がりますので、本当にいやジェラピケ着てる女子大好きですから基本的に男子はそうですよ ね、あぜそしてさらに副賞として株式会社ヒア&シー様よりサウンドピーツワイヤレスイヤホンスルーミニが贈呈されます。サウンドピーツは米国、日本、欧州各国で広く認められたメーカーであり1000万人以上が体験したイヤホンブランドです。アマゾンなど EC サイトでは人気すぎて売り切れ続出。おおすごい、はい、サウンドピースのイヤホンで日々の練習や勉強もはかどりますね。はい、ぜひぜひこれ使って練習していただきたいと思います。さあプレゼンターは大会審査員を務めていただきました西田一生さん、そしてシークレットゲストビヨンズの皆さんでございます。お願いします。お願いします。ああ、いや、リンありがとう。ありがとうございました。もう2杯詰めてもらってやる。いや、一旦そこ行こうか、一旦そこ行こうか、ね、せっかくやから一旦それ行こうか、ちょっとキュッとなってもらおうか、ね、ではまずちょっと、はい、西田さんから聞きますか。はい、さあ本日さまざまなチームを見て感想ありますか。そうですね、あのクリス・マイルさんもそうだったんですけど、コンセプトで攻めてくるチームがもっと増えてきたらいいなと思いながら見てました。次回を楽しみにしてます。なるほど、あります。はい、それでは続いてはシークレットゲストのビヨンズさんからコメントいただきたいと思います。今回大会をね、多分初めてご覧になったと思うんですけども、パフォーマンスしてみてどうでしたか。なんていうか、こう皆さんがまず私たちのことを知ってくれてるかどうかもわからなくてちょっと不安だなと思ってたんですけど、ありがとうございます。なんかめちゃめちゃ温かくてパフォーマンスしててすごく楽しかったですし、なんかこういつもより声援が若めな印象があって、なんかこうあんまり日本でライブしてると聞かないような女の子のキャーっていう声援がなんか新鮮ですごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。それではちょっとこっちの方にビヨンズさんもちょっとこっちの方に来ていただいて、みんなのちょっと見えるようにしてあげてくれる、全チームが全チームが見えるようにしてあげて、はい、はい、さあそれでは準優勝を発表したいと思います。ユニドル2019-20 ウィンターサポーテッドバイサミー決勝戦、準優勝はデザイン順位3位、観客票順位3位、総合得点464点、和洋女子大学長娘、おめでとうございます。長娘が準優勝でございます。さあそれでは、西田さんパネルをお願いします。準優勝でございました。はい、あーすごいね、ナゴは今回かっこいい感じで攻めてきましたからね。あーすごい、いつも楽しくはっちゃけてるって感じのあれでしたけど、今回はかっこいい路線でいったななんて、そんな風に私は見ておりました。さあそれではビヨンズの皆さんから副賞のパネルをお渡ししていきたいと思います。はい、ビヨンズの皆さん、キュッと誰かもうちょっと近づける、なんか全体的にこのキュッとキュッ、せっかくだからキュンと、なんか、購買のパン並んでるみたいになってるけど、ね、はい、オッケー、はい、ではちょっとコメントいただきましょうか、先にコメント、ね、さあ、今のお気持ちはどうでしょうか。すごく感謝の気持ちでいっぱいです。ちゃんと喋れる人間に変わります。あ、よかったよかった、いたんだ。
と今回本当に優勝を初期メンバーが最後のユニドルで、で今いる4学年全員前期が揃った最後の大会だから、優勝して後輩たちにつなげていきたいっていう気持ちで練習もいつもより厳しくやっていたので、ついてきてくれたメンバーに感謝の気持ちと、ここまで来てくれ足を運んで応援してくれたお客様、ファンの方とか残れなかったけどありがとう、あおめでとう、頑張ってねっていう LINE とか直接応援してくれた友達とか親とかファンの方にも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう、ありがとうございます。いろんな方の支えがあって、いや本当でございます。はい、なんで喋られへんのにすぐ真ん中来るの？ね、はい、ありがとうございました。さあそれでは本戦車の方行きたいと思います。名古屋みんなはですね、前そして演者さんと美容室の皆さん、はい、後ろの方で並んでいただけますでしょうか。なんか良かったね、本当に。2列、はい、こんな感じで大丈夫ですかね。全パネルでやったら1個かな。あ、じゃあ次パネル変える感じね。変えましょう、はいはい、次のパネルでね。お願いします、はい、はい、では全部のパネルを持っていただいてということでお願いします。もう1パターンお願いします。でしょうか。はい、おめでとうございます。準優勝は洋女子大学名古屋娘でございました。そしてプレゼンター、務めていただきました、はい、西田さん、そしてシークレットゲストビヨーズの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来てね、ビヨーズさん、また来てね。こちらが名古屋娘さんのセットリストになりますが、1曲目はシークレットクエスチョンマークになっていらっしゃいました。